お疲れ様です。 お疲れ様です。食いすぎましたね。食いすぎで疲れたのこれ。麺類、牛丼、ハンバーガー、じゃすごい食ったね昼ね。ちょっとずつ全部つまんだね。そうですね。それちょっと置いといて、置いとく置いとく。エコキュートって高いじゃないですか。まあそうですね。だけどもピアスエコキュートっていうのがあるっていうのをちょっと気になってるんですけど、はい、なんかどうなんですか。ネットでいろいろ金額やっぱ出てるし、エコキュートもほらピンキリって言ったらあれだけど、皆さんがよく知ってる一般のご家庭で使うような370リッター、460リッター、あとでかいって550リッターとかあるんだけど、それよりももっとちっちゃいエコキュートもあるわけさ。370よりちっちゃいですね。そういう風になってくるとやっぱり金額だってもちろん本体代とか安いし、安い金額でっていうのもあり得るんだけど、ちゃんとしたエコキュートなのにめちゃめちゃ安いのがネットに載ってるっていう話でしょ。どうなんだろうね。実際に頼んだことあるわけじゃないから真偽のことは分からないけど、20何万円でエコキュート本体と工事込みでやりますみたいなホームページあるもんね。どうなんだろう。周りで俺話聞いたことは今んとこないかな。つけてる人ってね、本体はやっぱ限界があるわけじゃないですか。どんなに安く仕入れてもやっぱ20万はいくよ。例えばだけどもう超型落ち品で2年前から在庫あるようなものとか、そういうものだとしても20万、超破格値でまあ15万18万とかまああんのかな。工事ってさ、あれ重いから一人でできないし、工事もちゃんとまともにやるよってなったらやっぱ25から30っていうのは最低でも行くんだよね。材料とかも考えてね。それ本当にしかも安いもんだからね。普通に皆さんが希望してるような商品とか最近のものとかで本体選んであげたらやっぱ35から40、40から50とか、それより上っていうのはもっと付属の機能をいっぱいつけてったり、太陽光連動とかお日様エコキュートとか、あとマイクロバブルとかね、ああいうのつけてったらもうそんぐらいいくんだろうけど、基本は40から50ぐらいだと思うけどね。どうなんだろうね。地べたにボンってそのまま置いてあるとか、地震起きたら2秒で倒れるみたいな。原価スレスレのちょっと日本語が上手じゃない人が来たりとかね。それってやる意味ある。だって物だけでもさ絶対20万ぐらいするものなのに23万とか25万とかでさ工事ってやって、ね、材料買ってもう超えちゃうから赤字でやってるのっていうのはまあなんかあんだね、からくりがね。多分初めはちゃんと やろうとしたんだけど、結局なんか売れずに困って、在庫抱えちゃったみたいな、結局そういうことに走っちゃった。でもそれだとしてもすごく可能性が低いようなやっぱ気はするし、赤字覚悟で売ってか、そうだって1回つけたらやっぱ10年とか持っちゃうものだから、次にすぐつながるわけじゃないでしょ。厳しいんじゃないかなって思うけど、なんかあると思うよ。やっぱ安いのってやっぱね、適正金額を知るっていうのはすごい大事だよ。激安すぎんのって絶対怖いもん。やんなきゃいけない仕様とか立てる時に必ずここだけはクリアしてねっていうメーカーの基準とかあるもんだから、あれって危ないからね。400キロ近いもの倒れてきたらさ、それを守らないで、まあ、適当にバカすか置いていいんだったらやれなくはないのかなと思うけどね。だから何でもかんでも安いのはいいっていうわけではないよね。長野人最近なんか安いことにすごいこだわりを持ってるね。安かろう悪かろうってあるんですよね。だと思うよ、まあ、安いに越したことないけど、やっぱりね変なものを掴むんだったら、やっぱりねちゃんと適正な金額の方が、安さが一番ならもう今すぐ東京から引っ越した方がいいと思うけどね。そうね。なんで高いのこんな東京って。どうしたのあのハンバーガーの金額。さっき食った1700円。1700円。まあそんな感じだから、何でもかんでも安ければいいってもんじゃないから、俺もね安いハンバーガーとか食べて美味しい美味しい言ってるけど、高いには高いなりに理由があってね。まあ美味しかったし、さっき実際お腹いっぱいだけどね。もうまああと、まあ騙されないようにね、安いっていうことは悪いこと考える人もいるし、本当にこれ冗談じゃなくて俺の知り合いでもいるわけだから、実際にエコキュートが欲しいです、ネットで安いの売ってました、買うってなって振り込みました、振り込んだら連絡取れなくなって物も届かないっていうのは本当に身近にあることなんで、それだけはちょっと注意しないとまずいね。そのサイトも見せてもらったけど結構まともだからね、見た目も。あ、これちゃんと作ってんだなっていうサイトに見えるから、うわ怖えなって俺すごい思ったけどね、あれに関しては。
中の人の方詳しいんじゃない、それネットに関しては、うん、やっぱりね、エコキュートに限らずだけど売れない人たちって価格に走っちゃうんですよね。安くすれば売れるだろうって、うん、それで多分そういう類だと思うんですよ。儲かってない人がやってるってことですね。ネットって便利なんだけど、使う人とか悪い人が使うと危ないもんにもなんだなと思って、昔みたいな感じの方が俺は好きだったけどね。人との触れ合いもなく今物がバンバン売れていく時代なんで、こんなに日本ですごくいい商品って外国だとどうなんだろう、売れてんのかな。エコキュートってどうなの、外国のシェアって。ダイキンでしたっけ。ダイキン売れてるね、外国ね。世界では聞かないよね、あんまりね。今度世界に調査しに行きますか。行く。パスポート取って。パスポート持ってる。もう切れてますね。俺も切れてます。パスポート取って行きましょう。どこ行きます、調査。ハワイかな。はい、行きますか、この超円安の中。韓国とか行っとく。韓国行ったことないですね。ね、ちょっと韓国ブームもあるし。韓国のじゃあエアコンとエコキュート調査という名目で、行きますか。行きましょう。まあね、その韓国の旅行もそうだけども、あんまり安すぎるところはちょっと疑ってかかってっていうのはいいんじゃないかなと思いますね。安い理由があるわけだからね。なんで安いんですかって聞くのって別に悪いことじゃないし、褒めてるようにも聞こえるから、周りと比べてなんでこんなに安いんですかっていうのは聞いてもいいかもしれないね、保身のためにね。理由があって安くしてるんだったら答えられるだろうし、自分で防御線張ってくっていうのはいいことだと思うんで、安かろう悪かろうに引っかからないようにということで、一応適正は40から50ね。エコキュートは30後半くらいだと安いね、かなり。30前半だとムムってなってきて、20後半だとムムムってなってくる感じね。ということで勉強してください。はい、よろしくお願いします。ということで、じゃあデラ君でした。バイバイ。